はい、皆さんこんにちは、イエガーラフト KMT 小野川はい、皆さんこんにちは、イエガーラフト KMT 小野川ファクトリーの塩見です。いつもご視聴ありがとうございます。後ろね、大きな材料がクランプされております。これからですね、 KTM1290 デュクアル、こちらのね、アンダーブラケット、制作してまいります。今日の予定はそんな感じで、ご来店されるお客様も、何名かいらっしゃいますので、そのご対応という形で本日は進めてまいります。でですね、本日の配信の、内容なんですが、ちょっとごめんなさい、かなりですね、モトレーシング、ルバードのエンジンオイルを使われたお客様だとか、当社のね、そのフロントフォークチューニングを、受けられたお客様、そしてナイトロンの KMT スペシャル、仕様の、リアショックを受け取られたお客様、さまざまなお客様から、インプレッションをいただいております。なんですが、ちょっとね、かまけて全然ね、配信をしていなくて申し訳ありません。ちょっと今回はそのね、皆様からいただいたインプレッション、特にね、 LINE ワークスでいただいておりますインプレッションを中心に、お届けしていこうかななんて思います。このね、皆様の、私が言ってるね、その営業トークではなくて、実際受けられた皆様の、体感フィール、インプレッションをベースに今後の参考にしていただければどうかななんて思っております。ちょっとね、読み上げていきますね。はい、ちょっとね、 LINE ワークスのね、新しい順からっていうか、上からね、順番にちょっと読んでいこうと思うんですけど、まずですね、これ MT07 のお客様ですね。で、セミカートリッジをご注文いただいて、ご自分で装着をされたお客様からのインプレッションです。セミカートリッジ取り付けました。ギャップ、マンホールと通過した時の走りが激変しました。ありがとうございました。次はリアを考えております。おすすめあれば紹介していただけますか、ということで、このお客様に関してはすで、にですね、ナイトロンの、R3 モデルの KMT スプリングということでね、 KMT スペシャル仕様を、オーダーいただきました。ありがとうございます。ちょっと遅れてしまいました。でですね、つい先日、リアショックの、これもね、 KMT スペシャルナイトロンをお届けしたお客様からの、情報です。で、その前にね、フロントフォークの、チューニングもさせていただいておりますので、次はですね、先日、リアのね、ナイトロン KMT スペシャル仕様をご注文いただいて、納品をさせていただいたお客様で、関東のお客様ですね、Z900RS にお乗りのお客様です。これね、フロントフォークチューニングはすでに、当社で施工済みっていう、車両で、今回ね、インプレッションいただきましたので、合わせて、お届けしていこうと思います。取り付きました。とりあえずセットはディフォルトで大丈夫でしょうか、ということで、で、そのまま行ってくださいというお伝えをしました。で、おはようございます。リアはとりあえずそのままですが、いい感じですので、慣れるまでこのまま行きます。重心が低くて切り返しが早く、衝撃がかなり減りました。YouTube でオーディンズで激変とかっていう動画が多いですけど、ノーマルより少しマシな程度です。で、これもね、オーディンズもね、きっちり中身、やり直してあげるととってもいい、ものなので、オーディンズはオーディンズで私はありだと思ってます。ただ手直しを私がさせていただく形で、対応すればいいかななんて思ってます。はい、情報としてですが、マシントラブルがね、走行中に起きたらしくて、アーシングエラーっていうことで、要はマイナスのね、端子を取り付けている、場所が緩んでたっていうことで、ちょっとこれね、手直しをちょっと、手直しっていうか、電気系のね、トラブルを解消するのに時間を要してしまいましたということで書かれてますね。
はい、で、今は全く別物のバイクに乗っているようですごく楽しく乗っています、ありがとうございますっていうコメントいただきました。やっぱ乗り味はねかなり変わったんだと思います。はい、であとですね、そうですね、もうねとにかくね多いんですよね。はい、あ、これですね、次はこれもね MT-07 のお客様ですね。ちょっとねこれもね MT-07 のフロントフォークのお客様で、これはねフロントフォークをこちらに送っていただいて手直しをさせていただく形、チューニングをさせていただく形を取らせていただきました。このお客様に関してはですね、ちょっとねメタル類も、内部のねオイルもかなり劣化をしていて、そこの手直しとフォークチューニングという形をさせていただいたお客様です。御社に MT-07 のフロントフォークフリーピストンチューニングを依頼したものです。かなり連絡が遅くなり申し訳ありませんでした。いえいえ、先週3日間ほどツーリングに来ました。一言、走りながら笑えるくらい快適でした。あ、別の言い方をすれば走りながらフロントが気にならないくらいといった表現でしょうか。これが本来の姿で、これこそチューニングというものなんだなと改めて感動しました。今まではいちいちフロントの挙動に過敏になりながら精神的にもよろしくなく走っていました。ありがとうございました。まずは報告までということでありがとうございます。そしてですね、これ引き続きね、別のバイクで ZRX1200R も持っているので、フロントとリアのオーニズですね、リアオーニズがついている、チューニングもお願いしますということで連絡をいただけました。もう必ずオーバーホール等々の依頼は御社へと決めておりますということでありがとうございます。連絡いただきました。はい、ありがたいですね。で、あとですね、どこだろうな、いっぱいあるんですよ、いっぱいあるんですけど、あ、これもですね、先日ですね、試乗のインプレッションをお届けした、大阪のねお客様で GSXR750、こちらのねフロントフォークチューニングとリアナイトロン、KMT スペシャル、こちらを装着されたお客様からのインプレッションが入ってまいりました。感想ですが、ギャップ後の収まりが早くスポーティーに通過する感じです。ブレーキング時のダンパーのかかり方もいい感じです。リアのナイトロン&スペシャルスプリングの、しなやかな動きも最高です。フロントもリアもグリップ感、トラクション性能が上がった感じです。3人に試乗してもらいましたが、3人ともこれは良いと言ってました。かなり攻め込んでたみたいです。塩見さんにお願いしてよかったです。ありがとうございます。ということで連絡をいただきました。ありがとうございます。このお客様もね、お戻りになれてからすぐにね、連絡なかったんですよ。で、まあトラブルなきゃいいのになとか、まあいろいろ思いながらちょっとお待ちしてたんですけど、まあ2日3日経ってから、こんな感じでね、インプレッションいただきました。結局ね、待ち構えていたお友達3人に、試乗してもらった後でね、連絡をいただくつもりだった、連絡をしてくださるつもりだったんだなと思って改めてここで感じました。で、あとね、これはね、ディーラーさんですね。ディーラー様で、Z900RS のフロントフォークチューニングを施工して、で、これはね、ディーラー様にお届けさせてもらったんですよ。で、一応ね、まあ、お客様のね、許可をいただいて、スタッフの方々で、要は工場の敷地内を、走行してみましたっていうことで、余談ですが、フロントフォーク取り付け後に、店舗敷地内を周回する程度の試乗したのですが、すぐに体感できるほどの挙動の滑らかさに驚きました。機会があれば他のお客さんにもご提案していきたいと思いますということで、ね、連絡いただいておりました。ありがとうございます。はい、それからですね、まあいっぱいなんですけどね、これもありますね。VTR1000SP2のお客様ですね。これもね、ちょっと遅ればせながら連絡をさせていただきます。本日はお忙しい中ありがとうございました。帰り道高速道路で車体の突き上げるような羽根がなくなったので、かなり久々に乗ったにもかかわらずスピードを出しても恐怖感がなく安定して走れました。打角が寄りつくようになり、
コーナリング時に安定感が出ました。塩見さんにお任せしてよかったです。ということで、連絡いただきました。ありがとうございます。あとですね、今ね、それこそ LINE ワークスの登録者の方々がね、もう2000人とかっていうレベルなんですよね。で、毎日毎日やっぱ問い合わせがかなり入るので、お答えをする前に埋もれてしまって、特にね、お休みの時に、まあ、お返事がなかなかできなくてとか、特に今作業をね、コミット作業をしている時に、連絡入った時にすぐこうお返しすることができなくて、で、結局ね、そのままこう次の LINE が入ってきて埋もれてしまうっていうね、こうことがあります。なのでね、ちょっとごめんなさい、塩見からの返信がね、もし少ない、ないなと思われた方、忘れてませんかということでね、連絡一本いただければありがとうございます。すごいね、そのあたり、申し訳ない話で、恐縮なんですが、連絡いただければと思います。で、これもありましたね、CB1300 のね、お客様で、コーナリング、まあ、これ、ごめんなさい、この方は、プレミアム会員の方ですね、走行動画をお送りいただいて、で、まあ、セッティングをね、遠隔でまた、こんな風にしてくださいっていうお願いをしました。で、コンプ側のクリックを、変えて走ってみました。こっちの方が向きが変わる感じがします。あんな小さく映っている動画見てアドバイスが的確すぎてびっくりです。つくづく塩見さんすごいなと驚きです。今日は仲間もいたのですが驚いていました、ということで、まあこれもね、たまたまです。はい、たまたま見えただけなので、はい、たまたま良くなって良かったです。はい、っていう感じですね。神ではないので、はい。で、あとですね、そうですね、あとはかな、いっぱいあるんやな。これもありますね。これはね、川崎のね、ZX6R にお乗りのお客様ですね。これね、ナイトロン、レースプロを装着されたお客様です。今日、岡山国際走ってきました。レースプロ良いです。いじったらきちんと走れる。走りに反映されるまでセッティングが楽しいですということで、来ました。念願の2分切りができましたっていうことでね、おめでとうございます。本当ね、こんなことでね、皆さんいっぱいコメントをいただいてます。あとはね、そんなもんかな。ちょっとすいません、たくさんこうやってね、インプレッションの動画をね、ごめんなさい、こんな感じでね、たくさんの方々から、まあ、オイルを注入してみて、フィーリングがこうだったとか、フロントフォークチューニングを施工してもらってこうだったとか、リアショックナイトロン、特にね、KMT スペシャル仕様のナイトロンに、交換してこんな感じだったとか、そんなね、たくさん、コメントインプレッションいただいております。でね、本当は随時届いた時にこう皆様にお伝えしていけばいいんですが、ごめんなさい、なかなかね、この手が回りきらなくて、こんな感じでちょっとまとめてね、配信をしていくような形になってしまいました。これでもね、まだたくさんの方抜けてます。皆様の本当はインプレッションのコメントを、全て、公開というかね、お伝えできれば一番いいんですけど、すいません、ちょっとね、かなりの数今ずっとスクロールしながら見ていったんですけど、かなりの数のね、コメントをいただいておりますので、こんなところでね、一旦ちょっと、終了させていただこうかななんて思います。こんな感じでね、特にフロントフォークチューニングっていうのが、この前もお客さんから言われたんですよね。塩見さん、インパクト弱すぎるんですよねっていうお話をされてて、でフロントフォークチューニングって施工しても見た目で分かるのって当社が貼り付けたステッカーだけなんですよ。デカールが分かるぐらいで、見た目には何の変哲もないっていうか、何にも変わってないんですよね。で、ひとたび走るとうわって思われるぐらい、要はギャップの吸収力だとか、ブレーキング時のダンパーの効き方だとかっていうのはね、すごく変わってるんですけど、それってね、やっぱり乗り比べてみてもらわないとわからないところで、やっぱりこうなかなか伝わりにくい。
でもコツ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 広がっていって、今ね1年間でまあ大体200台とか300台っていう世界ですね、施工の数になってます。YouTube 始めてもう4年目に入りました。4年間で私が施工して、ご提供させていただいたフロントフォークの数ってちょっとね、数えてみれば数えれるんですけど、今現状頭の中でこう数えきれないような状況になっています。でその施工されたお客様、一人一人からやっぱり皆様にね、口コミで広がっていくような状況下で今広がっております。まだね今、大きな作業もやりながらフロントフォークチューニング、リアショックチューニングという形で受けたまわっておりますので、ぜひね興味のある方はねご一報いただければと思います。できる限り円滑に、回していけるように今努力しておりますので、ぜひよろしくお願いいたします。こんな感じでちょっとなかなかご紹介ができなかった申し訳ないんですけど、こういったね、装着された走行されたインプレッション等々がありましたら、ぜひ塩見のラインワークスの元へ、お届けいただければまた、機会を設けてご紹介をさせていただこうと思います。ぜひよろしくお願いいたします。はい、こんな感じで、今日の動画は皆様からいただいたインプレッションの、コメントの数々をご紹介させていただきました。またよろしければグッドボタン、そしてチャンネル登録もよろしくお願いいたします。じゃあまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。グッドボタン、チャンネル登録よろしくね。また見てね。バイバイ。